陳天ロザン鉱図資本木が台北国立高級博物院、陳天作製図資本木が台北国立高級博物院、陳天正徳4年8月2日は、中国の秋代中期の文人にして画家である、文人画の一派である、呉派を起こし、南宋文人画中興の祖とされた。また、蘇州文壇の元老として中国文学史上に名を、とどめ、書家としても活躍した。詩書画三絶の芸術家として後世になっても評価が高い。家訓を守り生涯にわたって仕官することなく、明朝に降格した。長洲県省城里の出身、地を、慶南、郷石田、石伝王、白石翁名、玉伝王、有竹小主人、異水生とした、享年83。陳氏は、現代からの名家であり、一時没落するも、祖父の代より家運を盛り上げ、広大な農地などの鉱産を所有し富豪となった。祖父の陳長、父の陳常吉も、学問、芸術を好み優れた人物であったが、共に家訓に従い仕官していない。一説には、陳家は、元姓民発に、江南の大富豪であった、陳一万さんの家系とされる。陳一万さんは、長子誠の外戚となっていたため、そのライバルであった、明の大祖、朱元璋に莫大な家産と、海外貿易の権益を没収されるという痛手を受けた。また蘇州は明政府により過酷な徴税を強いられ、長らく疲弊した。これらのことから、陳家は明政府を信頼せず保身のために仕官を認めない家訓を伝えてきたと思われる。貿易商だった陳家には、西域人の地が混入したようで、清の先見益や源元らによると、陳天は、彫りが深く壁眼だったと記している。15歳の時、父から家産の収税役を引き継いだが、心の根の優しい陳天は農民をよく気遣ったとされる。27歳の時に地方官吏に推挙されるが、八家の見立てに従い仕官を先に移した。以降、蘇州の農村で文芸にふけり、文豪である有竹虚には文人や鉱図家が千客万来しその合間に芸術活動を行った。特に呉広氏、宮古敦、文林とは交わりが深かった。書画の依頼が後を絶たず、それを消化することに日夜追われていた。人の頼みを断りきれなかったのである。非常に温厚な性格で人と争うことが全くなく、困った人はすぐに助けていた。贋作に落款を求められても拒絶することなく、これに応じ、また画工として扱われても腹を立てることなく黙って、これに従ったという。晩年はますます文明。画名ともに高まったが、家は蓄えを失い次第に貧窮した。画は、父の陳常吉、叔父の陳貞吉に学び、その後父の師でもあった森圭に就いた。他に、長道路や劉にも教えを受けている。遥か古代の桃源や、巨禅にまで師法し、元松四大家に私淑した。後輩にあたる王智東は、呉軍丹西市で蘇州を中心に活躍した画人の中で、陳天を最も高く評価し新品に挙げている。書は北宋の皇帝権を旨とし、詩は陳広について学び、白、虚偽、粗食、陸遊を好んだ。画がなれば詩を読み、自題したので三絶と評された。弟子には、唐虎や祝院名が育ち、特に愛弟子である文長名が陳天の後を継ぎ呉派文人画の発展に努めた。生前から贋作が多く親戚は滅多にないと、王政帝は伝えている。また散文についても、楊純吉などが高く評価している。詩文集に、石田集、石田詩選、石田雑記などがある。陳天抱負春散去図。ありがとうございます。